蔡和森は、中華民国の革命家。別名は、林明。字は、ウルカン。沢よと号した。中国共産党員として活動したが、中国国民党政府に捕らえられて殺害された。1895年3月30日、上海に生まれた。その後の1899年春、母親に連れられ湖南省双方県、英,英豊か鎮に引っ越す。 13歳の時、カラジャンテンの見習いとなる。英豊国民小学、双方高等小学を卒業後、湖南省立第一師範学校に入学し、毛沢東、何宿校、小島すらと知り合う。1918年4月、毛沢東、何宿校らと、新民学会を設立した。同年、毛沢東、小島すらと、商工評論を創刊。六月、 少年中国学会に参加。1919年12月25日には、母の桂健吾、を妹の斉イトール、向井京与とフランスに赴き、同国で勉学に勤しんだ。1920年5月、向井京与と結婚。1921年2月フランスパリにおいて、留学中国人らによって共産主義を掲げる中国少年共産党が創設され、 蔡はこれに加入した。1921年10月に蔡は帰国し、上海で中国共産党に加入した。1924年には社会進化史を発表し、1925年には5.30事件に参加、告げ全国民収賞を発表。その年の12月にはソビエト連邦に赴き、モスクワ中山大学に学んだ。 1927年の春にソビエト連邦から帰国した。中国共産党第5回全国代表大会において中央政治局委員、常任委員に当選し中国共産党中央秘書長を兼任する。また北方局委員、宣伝部部長にも就任した。1928年6月にはソビエト連邦で開催された中国共産党、 第6回全国代表大会として出席。中国共産党中央政治局委員、常任委員、中国共産党中央宣伝部部長に就任した。1931年の年初にソビエト連邦から帰国して3月に公衆において中国共産党良好省委員会初期に就任した。同年6月、英領香港当局に逮捕され公衆で 国民政府側に引き渡された。8月4日に公衆軍政監獄で殺害されその一生を得た。ありがとうございます。